熱帯低気圧の進路とサファ・シンプソンハリケーンスケールによる勢力を描いた地図ハリケーンマリアは2017年9月にドミニカ国とプエルトリコを襲った大型ハリケーンである。ハリケーンマリアは熱帯低気圧となってからわずか24時間後にカテゴリー5のハリケーンへと劇的な成長を遂げ9月19日にドミニカに上陸。 ドミニカの国民総生産の224%に達する13億アメリカドルという壊滅的な被害をもたらした。またその後プエルトリコに上陸し、プエルトリコでは1928年以来最も破壊的と評され、2018年5月30日の BBC の報道によれば、プエルトリコ政府発表の死者数は従来64人とされてきたが、 ハーバード大学の試算によれば、政府発表の70倍となる4600人以上に達するとの試算結果が報告されている。プエルトリコ死者数試算結果の3分の1は停電、及び交通網の破壊によって引き起こされた医療行為の中断が原因であり、ハリケーンマリアの襲来後3ヶ月で被災者死亡数が60%増加したと推測されている。また、 医療の混乱は被災者の罹患率と死亡率の双方を上昇させる要因ともなっており、慢性疾患により、電力に依存する高度医療機器を用いる患者が、同地域内で2018年4月現在も、頻発する停電の影響を受けたことが示唆されている。アメリカ海洋大気庁によると、ハリケーンマリアによる経済損失は合計で900億ドルに達した。また2017年に、 大西洋で発生したハリケーンマリアも含むハリケーン被害総額はアメリカ合衆国内だけでも2500億ドルに達している。これは2005年のハリケーンカトリーナ、2017年のハリケーンハービーに次ぐアメリカ合衆国史上3番目に甚大な被害をもたらしたハリケーンであった。これらの破壊的な被害によりハリケーン名として M から始まる国際名。 マリアの名称は2017年限りで引退となり、大体として以後は国際名マーゴットに変更となった。ありがとうございます。